若君の持っておんまれ遊ばされた定めにござります。将軍職とは何だ。部門の統領、いや日本の統領のことにござります。これだけか。その職につける者は何千万のうち稀ながらに選ばれた者ただ一人、若君がその御方でござります。さればこそ親に会えば親を殺し、仏に会えば仏を殺す、いわば善悪を超えた不退転の決意が肝要。それをお持ちになれぬとのお心ならば、もはや何も申しません。速やかにご成敗願わしゅう存じます。これは叔父上、そなたは何たることをしてくれた。当人どもをそそのかして家光を襲うはまだしか。叔父上まで信じておられんのか。この忠長がそのような愚かしい真似をするはずがござらん。これぞまさしく家光の仕掛けた罠。おらっしゃい。まさらそのような言い訳が通ると思っておるのか。言い訳などいたさぬ。忠長、主君が主君ならば家臣も家臣、一体その姿は何じゃ。我ら寄ってたかって主君を殺す気か。恐れながら我らには勝算がござりまする。とげ、たかが駿河一国、天下を向こうに回して勝算ありとは聞いてあげるわ。天下と仰せられましたな。おう言うた。小田原城にある家光のもとには今や諸国の軍勢が続々と集まりつつある。昨今より信頼一同心を一にして江戸駿河の内紛に乗じ、ある時は家光に、またある時は忠長にと、その時々の顔を作り、徳川を兄弟互いに相攻めぐよう心を砕いてまいりましたが、ようやくにしてその成果が現れておじゃりまする。思えば武家に天下の大権を簒奪されて以来、屈辱と隠忍の長い毎日でおじゃりました。柳生一族から目を離すな。あかね、まだ嫁のもらい手がないのか。死につくも敵に回るも心して決める。